ドラニューサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。結構こういうなんか喋ってるだけの動画の方がなんか再生されやすいのかなって思ったのと、あとなおかつ家で普通に撮れるってことが分かって、ちょっとしばらくってわけじゃないけど、ちょっとお店で自分にカメラ向けて撮るってなるとこう営業時間とか、あと対応時間っていう、あと作業時間結構使っちゃうので、ちょっと最近めっちゃ忙しいので、ちょっとこう家に帰っても撮れる環境としてはもうこれぐらいしかないから、ちょっと撮れるんだったらこれで撮っていこうかなと思います。で、今回コメントについてなんですけど、まずあのコメントありがとうございます。ちゃんと見てますので、結構こうやってコメントもらうことがすごい嬉しいです。ありがとうございます。でね、ちょっとね、別にこれ嫌味とかじゃなくて、特に固定というか、なんていうのかな、特定の個人に対してのなんかこう、なんていうところ、ダメ出しとかじゃないんで、そこは注意して聞いてくださいね。特に、怒ってるとかじゃないんで、これなんか自分結構言葉結構言っちゃう方だから、なんか嫌な気分害しちゃったら本当申し訳ないんですけど、いや特にそういう、なんていうのかな、そういう怒りとかの感情はないので、ただね、言っとかないとやっぱこう、なんていうのかな、多くなったらこのね、意図をちょっと読み取ってほしいんですよ。なんでこんなこと言うのかっていうと、やっぱまあ嬉しいんですよね。やっぱこうやってどんどんコメント書かれることは嬉しいんですけど、少しちょっと度を超えた人が出てきたってことと、あと関係ないよねっていう、なんていうのかな、まあそこもまた詳しく話しますけど、少しちょっとこれどっかのタイミングで言っとかないとなっていうのがちょっと出てきたんで、今回それで言おうかなと。で、特にコメント書いてくれる人には、特に文句とかそういう怒ってるってことじゃないので、そこは勘違いしないで、こう、今から言うことを聞いててくださいねっていうお話です。で、コメントに関しては書かれることはすごい大歓迎で嬉しいんですよ。ちゃんと見てるので。ただね、やっぱ皆さんも動画、YouTube 見るじゃないですか。自分のチャンネルに関係なく、いろんな動画見てると思うんですけど、例えば、動画を見てて、まあ自分もそうなんですけど、動画見てて、例えば途中で、あれ、なんかこの人って、これどういう意味なんだろうなとか、これって結局どうなったのかなって思ったりすることあるじゃないですか。例えば、ん?どういうこと?みたいな。うん、ちょっとここなんか気になるなとか、それを例えば、こうスクロールするじゃないですか。こう動画が出てきて、その動画の下にこうスクロールして、コメント見たりして、なんかその、誰か自分のこの疑問を聞いてる人いないかなって言って、この、多分コメント見たりすると思うんですよ。あ、もしくは説明文ね。説明文になんかその詳細とか書いてないかなとか、でコメント見たりして、例えば自分の疑問を持ってることが誰かがその聞いてたり、それでそれにまた答えてたりとかして、それ見て、あ、これこんな意味だったのか、ちょっと動画見てたらよく分かんなかったけど、コメント見たらその人がコメントしてくれたおかげで、それにまた返信してくれた、その動画出してくれる人が返信してくれるおかげで解決するとかってことがあると思うんですよね。それの場にしたいんですよ、コメントは。例えばね、まあ、結構その、別にこれ悪気があるわけじゃない、なんていうのかな、特に、なんていうの、怒ってるとか、何回だ、勘違いされたくないから、怒ってるとか別に全然そんなことじゃないんですけど、全然むしろ嬉しいんですけど、例えば面白かったですとか、なんか、役に立ちました、ありがとうございましたっていうのは確かに嬉しいんですけど、それをね、例えばコメント見た人が、なんていうか、役に、なんか別に言葉悪いけど、別にそれ何回も言うけど怒ってるわけじゃなくて、例えばこう自分みたいに、こうやって動画見て、なんかこの動画に対してなんか聞きたいこととかあった時、コメントを見る人って絶対いると思うんですよね。その時に、なんかこう、楽しかったですとか、あ、なんか今回の動画良かったです、ありがとうございましたって言われるのはすごくいいんですけど、それがなんかね、残っていくじゃないですか、どんどん。その中に、例えばこうやってなんか質問とかで、この動画のあれ、何々が分かんなかったんですよって言って、それに対して自分が答えたとしても、なんか、なんていうのかな、お礼とかのコメントとかに埋もれちゃって、そこまで行き着かない人っていうのが絶対出てくると思うんですよね、今後は。やっぱこう、まあこれすごいうぬぼれかもしんないですけど、自分売れてくんで、これから。やっぱ言っとかないとね、こういうこと。やっぱ、ビッグマウスって、なんていうのかな、良くも悪くも、やっぱ、言ったことが現実になると思うんですよね。だからやっぱりそういうのも含めて、なんていうのかな、志じゃないけど、これからどんどん登録者数も増えてって、再生数もどんどん増えてきますから、コメントも必然に多くなってくるわけですよ。
それにいちいち対応できなくもなってくるので、まあそれももうなんていうのかな、自分の中ではもうそれ確定してるんですよすごいでかいこと言ってるのはわかるんですけど、まあそうなるんで、だからまあそれを踏まえた上で言ってるんですよまあまあ夢はでっかく持たないとね。でそんな感じで、例えばね、必要な情報、価値あるコメントのやり取りがちょっとね、その何が言いたいかっていうと、あの見せてないコメントって意外とあるんですよ。例えばそういう、何ていうの、別にあのその人が悪いとかじゃなくて、このコメント出してても特に意味ないなとか、例えばそのコメントが多くなってくると、この人のコメントのやり取りなんか見てほしいなって思うのが、例えばそういうお礼だったりとか、特にこれ見ても誰も得しないようなコメントに埋もれちゃって、そのコメントまで行き着かなかったらもったいないよねとか、ってかといってなんていうのかな、削除するのもどうなのかなって思ってたので、ちょっとこの機会になんか言っとこうかなって思ったのが、ちょっとあのこう見た人に役立つコメントじゃなかったらもう表示させないでもいいかなって思ってるんですよね。だからこれ別にあの悪い意味とかじゃなくて、やっぱあの見る人が結局得しないコメントのなんていうのかな、影に埋もれて有益なコメントが見えなくなるっていうのがもったいないなって思ってて、だからなんかそのコメント書く人もなんていうのかな、このコメントのやり取りをなんか見られる意識で書いてほしいなって思うんですよ。だからそれでまた次につながるんですけど、なんかこの脈絡がない質問がちょっとなーって、質問はすごい大歓迎なんですけど、この書く場所間違えてるよなって思うんですよ。例えばこれ自分ってギターのこういう動画だったりバイクの動画を主に上げてるじゃないですか。例えばですけど、ギターの動画出してる時にこのバイクのパーツどうやったんですかみたいなコメントとか、まあその逆もあって、バイクの動画にギターの動画が最近少ないですねとかって書かれると、いやそれコメントする場所間違ってないですかっていうの、別に怒ってるわけじゃないですよ。だからその書く場所がなんか違うんじゃないですかっていうことなんですよね。だから例えばなんていうのかな、こういう動画、例えばね、動画のこのコメントミスじゃないけど、例えばギターでもバイクでも、例えばそのギターの話してるのにバイクの質問したりとか、バイクの動画出してるのにギターの質問したりとかして、全然違うじゃないですか、この動画の内容と。でそれに関してね、自分も良くなかったなって思うのが、結構真面目に答えてたんですよ。だからそのこの動画を見て来る質問じゃないんだけど、まあ聞かれたから答えてたんですけど、それがやっぱだんだんエスカレートしてってんなって思うんですよね。なんかこの動画を見て、それもさっきにつながるんですけど、この動画を見てコメント見て、その内容のコメント、まあ確かにね、わからないわけじゃないと思うんですけど、このなんか全然つながってないんですよ、コメントと動画の内容が。だから何が言いたいかっていうと、その質問するんだったら、そのことを話してる動画のコメントにしてほしいなって思うんですよね。例えばね、ギターに関して、あの自分、ギターってまあその、トータル何本あるか分かんない、バイクの動画も混ざってるから、トータルでギターの動画何本あるか分かんないです。ただね、あの、めちゃめちゃ多いですよ、自分の動画。正直ね、話してないネタってないんじゃないかなぐらい、あの、結構自信あるんですよね。多分ね、これ部品っていうか、パーツに関してもかなりマニアックに話してるから、あの、正直言うとね、質問してくる人にも、ちょっとね、これお願いがあって、多分ね、聞きたいことを、その話してる動画って絶対あると思うんですよ。それを、まあ別にそれ、じゃあその話してる動画どこにあるんですかって言ったら、自分も正直わかんないんですけど、ただね、もうどっかで話してますよって言えるぐらい、あのめちゃめちゃ過去に話してるんですよね。だから、できればね、それを、なんていうの、チャンネル内でこう、チャンネル内で検索ってあるじゃないですか。それでね、例えばその聞きたいことの単語とか入れたりとかして、あの、一回検索してみてほしいんですよね。あの、もしかしたらそれ出てくるはずなんですよ。あの、結構その辺の詳しい話してる内容はタイトルとかにも入れたりするから、だからね、見つかると思うんですよね。だからそれをね、なんていうのかな、いきなりこの、最近出してる動画を見ただけで、あの部品どうなんですかとか、あれって使ってみてどうでしたかって言われると、いやそれ過去に多分結構話してますよっていうなんか気持ちになっちゃうというか、まあもちろんしょうがないですけどね、それ知らなかったら知らなかったらいいんですけど、ただ結構うちの動画ってもうめちゃめちゃ多いので、なんていうのかな、聞くよりかも探してみた方が早いですよなんかね、だからこの
結局コメントって文章じゃないですか。でぶっちゃけ言うとね、あのその時の気分によってもコメントのやっぱあの内容の質というかやっぱあの変わってくるんですよね。当然ながら時間に余裕があればそこそこ長文になったりするんで、たった2行ぐらいの質問が長文で結構なんか詳しく話したりするんですけど、ただねもう仕事に追われたりとかして忙しい時はあの動画上げてるんで見てくださいって終わりみたいな過去の動画にありますから見て探してみてくださいで終わりとかになっちゃうんですよね。だからあのまあ別にその辺は質問返ってきてから探しはいいって思うんですけど、結構その辺その時の気分によっても変わるかなって思います。だからまずはね、疑問に思ったら過去の動画を探してみてください。そしたら意外と動画付きで詳しく話してることが多いので、結構ねその辺までに行ってほしいなって思いますね。でねやっぱねこう何回も言わないと、例えばこうやってどんどんチャンネル登録者数が増えてってってやっぱ新規の方ってのがいるわけじゃないですか。やっぱそういうなんか多分ね初めて自分を知った人っていうのはやっぱ少なからず最近知ったばかだからよくわかんないってことも多いんですけど、やっぱその辺のなんていうのかね、まあとはいえやっぱその辺をその都度言っとかないといけないなって思うのが、まあ最近もこうしてあったんですけど、バイク動画が多くてなんかメインのギター動画が全然更新されてないんですけどみたいなコメントが書いてあって、あもちろんそういうのもあの結局見た人の役に立たないから結局表示されないようになっちゃうんですけど、これねあのそれまたそれも言うけどあの怒ってるわけじゃないですよこれねやっぱその都度言っとかないとやっぱこの新規の方になんかあんまりいい印象を与えないのかなと思ってて、まあ、聞かれるってことは疑問に持ってる人がいると思うんですよ。だからその疑問を解決するためにもやっぱ何回も言わないといけないのかなって思うんですよ。伝わんないからね、やっぱそういうのもなんか日々こうやって話しないとなって思うんですけど、あのちゃんと理由があるんですよね。例えばねこう再生数見てほしいんですよ。なんていうのかな、こう例えばねギター関係の動画ってのは基本的に再生数が全然伸びないんですよね。でそれとは全く、まあもちろん動画にもよるんですけど、バイク動画って結構伸びるんですよ。しかも例えばねうちってギターの修理屋さんっていうか、まあ、専門店じゃないですか、そういう意味で修理の。だからギターの方がメインなんですよね。なのにバイクなんてぶっちゃけ素人同然の自分がこうして走ったりとかバイク直したりとかっていう動画がギターのいわゆる専門的な知識を得た上でお店もやってて、しかもすごい役立つ情報を出してるのに全然伸びないっていうのは、それ自分的にもすごい悲しいことなんですけど、まあそれが現実なんですよね。ギター動画を出すよりバイク動画が全然再生されて見られるんですよ。まずそれを踏まえてほしいんですよね。今何がそれで何の理由、それがじゃあなんでギター動画出さない理由になるんだっていうこと、それが繋がってくるんですよ。例えばね、うちで、まじ、なんでここにモザイクかかってんだろうなんでまあ、いいや、まあ、とりあえずね、YouTube です。YouTube じゃなくて、モザイク、なんかしらんけどモザイクかかってるんですけど、YouTube に動画を上げるってことは、YouTube のアルゴリズムっていう、この、YouTube がこの動画をおすすめとかに表示するのかっていうのを決められてるんですよ。どういうことかっていうと、YouTube って基本的には動画を投稿したら、みんなが見てくれるわけじゃないんですよ。当然ながらうちを知らないってことは絶対に見られないんですよね。特に無名な状態の時って。それが例えば再生数とかチャンネル登録数が多かったりすると、ただ出した動画が例えば YouTube のあの YouTube 開いた時にこの表に出てくるやつとか、あと動画見た後にあの右にこの関連おすすめとかで出てくるやつあるじゃないですか。あれに乗ることになるんですよね、あのその再生数とか多かったりすると。例えばね、それで何が言いたいかっていうと、バイク動画がその再生数を稼いでくれて、YouTube のこの評価っていうのが上がってくるんですよ、自分の。それにどうなるかっていうと、この人の動画って再生されるから、じゃあ他の動画もプッシュしようかって感じで、例えばなぜかバイク動画を出して、バイク動画で数を稼げてるのに、なぜか、バイク動画のおかげでギター動画も見られるっていう現象が起きてるんですよ、実際に。どういうことかっていうと、で、それまた、それはいい意味もあってね、悪い意味もあるんですよ。例えば YouTube って、こう、再生数が伸びない動画を出してると、この評価を下げられるんですよ。このユーザーの動画って全然見られてない、つまんねえやつだなってことで、だったらこいつを表に出す必要ないよねっていうことになって、
結局勝つ人は勝って負ける人は負けていくっていうすごい弱肉強食の世界なんですよ YouTube って。例えばねギター動画なんて基本的にストックもあって、もちろん出せって言われたら全然出せますよ。今それぐらいストックはしてるんですよ。ただタイミングなんですよね。例えばね再生されないのはもう重々承知なんで、別にどうでもいいって思ったら全然バンバン出していけるんですけど、やっぱりこう見られないと意味ないんで、こっちとしても。でどうなるかっていうと、再生数が少ないのが連続で続いてくると YouTube からの評価も下がって、関連とかに一切乗らなくなって、さらにどんどんこの再生数が落ち込んでくるんですよね。だ結構負のループになっちゃうんですよ。それがこうバイク動画を出して再生数稼ぐことで、なんていうのかな、再生数が少ないギター動画にも少なからずいろんな人が見に来るようになってるんですよ。だから今ってすごいマシになってるんですよ。だからなんか昔と比べたら全然再生されるようになったんですよ。だからバイク動画って今すごい効果を生んでるんですよ。だからね、この本業を生かすためにバイク動画でこうバイク動画が稼いでくれないと、こっちでこの本業が成り立ってないんですよね、 YouTube の動画のシステム上。だからそのね、気持ちはわかるんですよ。楽しみにしてるって人がいるんだったら、その人にすごいお願いしたいのが、もしその動画の頻度を上げてほしいのであれば、応援というか、例えば、ツイッターでもフェイスブックでも、自分の動画を、まあ何でもいいですよ。リツイートじゃないけど、こう、なんていうの、YouTube であるじゃないですか、この SNS で共有するみたいなとか、それで共有したりとか、あとはこの高評価つけたりとかして、YouTube の評価って、YouTube は見られるように、お願いしたいんですよね。例えばそれ、この今言った話って、例えば逆になったら全然いいんですよ。例えば出した動画、ギター動画が出したら出したら伸びるというか、再生数が多いんだったら、その、なんていうの、パワーバランスが変わるんですよね。だからこのギター動画がなぜ更新率が悪いかっていうと、結局評価が下がって、YouTube の評価が下がって、さらに見られなくなっちゃうから、本末転倒なんですよね。で、やっぱりね、うちのお店やってるこの反応を見ると、見てる人ってファンの方っていうか、ファンの方って言って変だな、うちに来たことがあるお客様ぐらいしか見たことないんですよね。だから広がってないんですよ、全く。例えばね、自分のことを知った人は、やっぱこの、YouTube やってるんだ、じゃあ見てみますねって感じで見て、まあおそらく勘違いでなければ多分好きになって見続けてくれてる人だと思うんですけど、やっぱりそれってね、うちのこと知った人だけなんですよね。だからいわゆる新規の方に届いてないんですよ。だから自分のお店に来たことがあるとか、少なからず何かが理由で自分のことを知って、それでなんか見続けてる人っていうのが一定数いるってぐらいで、基本的に全く広がってはいるんですけど、少しずつは、ただ全くと言っていいほど広がってないんですよ。でバイク動画に関してはどんどん広がりを見せてて、でしまいにはうちってこうやってギター修理屋ですよ、ギター修理屋なのにバイクやってる人がギターの修理に来るっていうことがなんか結構あるんですよ、最近も。だからなんていうの、この、もちろんね、バイクってあんま関係ないわけじゃなくて、やっぱギターとかの音楽やってる人ってバイクも好きだったり、車も好きだったり、なんかちょっと繋がるとこがあるから、あながちこのマッチングっていいんですよね。だからミスマッチじゃないんですよ。全然全く関係ないわけじゃなくて、例えばギターと八百屋さんみたいなとか、なんです、例え悪かったかな。例えば、八百屋さんとかとギターの修理とかって全く繋がらない感じするじゃないですか。まあ、それを言いたかったんですけど、全然伝わらなかったかな。だからギターとか車とかバイクって意外と繋がるところが、ユーザーが結構一緒だったりするんですよね。例えばね、こう、バイク動画でこういうの見て、あ、こいつギターの修理やってるとこなんだなって言って、そういやギターもやってるし、ちょっとここのお店使ってみようかなって感じで、実はそういうバイク動画見て、うちのお店来たっていう人がどんどん増えてってるんですよね。だこっちの方がどっちかっていう集客力があって、なおかつ恩恵がすごいんですよ。どういう意味かっていうと、ギター動画出すよりかもバイク動画出してきた方がこう集客につながってるっていう現実もあるわけで、だからなんかね、一部の人はギター動画の方が面白いっていうのは確かに、全然むしろ自分はこっちをやりたいんですよ、本当は。だってこっちが本業だもんね。だけどね、現実は全く逆で、このバイク動画を出してると再生は伸びるわ、いろんな人に広がってくわ、お客様も増えるわ、いいことしかないんですよ。だからもうぶっちゃけ言うと、ギター動画を出すメリットって本当に少ないんですよね。
だからもうある程度こうバイク動画で数を稼いでって、まあ、ポイントが、まあ、ポイントっていうかそのポイントは見えないんだけど、 YouTube の評価が多少下がっても大丈夫かなってぐらいのタイミングになってこうギター動画を投稿するみたいな、いわゆるねポイントがたまったら結構その、まあ、ぶっちゃけ言うとギター関係の動画を出すとポイント下がっちゃうんですよ、再生されないから。やっぱ再生されないっていうそのなんていうのポイントダウンになっても、なんていうのかな、その YouTube にこう見放されないぐらいのとこまで行ってからギター関係の動画を投稿していくみたいな。だからぶっちゃけ言うとね、再生数が稼げるんだったら全然関係ないんですよね。まあ、それで結構特大ブーメランで、だったら面白い動画出せばいいんじゃないですかっていうことがすごいブーメランで返ってきそうなんですけど、あの正直ね自分自信があるんですよ、これすげえ面白いと思うんですよ。ただね面白いの度合いが全然違ってて、まあ、なんていうのこの表現するのは自分なんていうのか NHK みたいなもんなんですよ。NHK のこの構造って意味じゃなくて、いわゆる教育番組みたいな、なんていうのかな、まあ誰か好き好んで NHK 見てる人ってあんまいないと思うんですけど、いわゆるその分野をめちゃめちゃ真面目に語ってる番組って感じなんですよ。だからね面白いとかぶっちゃけ見てる人を楽しませようと思ってないんですよ。だからこれが好きな人が見ればいいと思ってるんですよね。だからねこの本当に好きな人は多分好きになるから、自分はそれでいいんですよ。だからオタク、まあ、自分オタクなんでぶっちゃけオタクだから、こうなんていうの、同じように本気でこのギターとかバイク好きな人が本気で自分のことも含めて好きになってくれたらそれでいいんですよね。だから全員に好かれようなんて全然思ってなくて、自分が好きな人がその好きな動画を見ればいいと思って作ってるから、まあそういう意味ではすげえニッチすぎると思うんですよ。ただなんていうのかな、ハマる人は絶対ハマるって自信はありますね。だからそういう意味では、まあ、それが理由で再生が伸びていかないっていうのは確かにあるかもしれないですけど、いずれ火がついて伸びていく可能性は全然あると思ってますから、自信があるので、だそういう意味ではこの流れというその投稿の仕方というか、なんていうのかな、こう大きくはこの変わらないかなって。例えばガッチガチに編集するとか、やっぱまあぶっちゃけ言ってめんどくさいですからね、編集も。あんな、なんか字幕つけるだけでこんな大変なんだなって思っちゃいますから、まあさすがにその手間暇とか時間もないので、やっぱまあそういうのもできないかなとか、うん、だそういう意味ではなんかまあ万人受けする動画ではないってことは確か分かってはいるんですけど、まあそういう意味では、理解って言ったら変だけど、好きな人とか見ればいいかなっていうスタンスで今後もやっていこうかなと思います。まあそんな感じでちょっと長くなったんですけど、コメントについては本当に大歓迎なんですけど、コメントはあくまで見られるってことも仮定した上で投稿してってほしいなっていうお話でした。あとまあお願いですね。特に怒ってるわけじゃないですよ。全然大丈夫です。むしろもうありがたいです。ただ表示はされないかもねっていう、だからその表示をされるぐらい、なんていうのかな、今後のコメントなんですけど、表示されるぐらいのやりとりを残してくれたっていう、なんていうの、なんて言えばいいのかな、こう見られることも意識して書かれると表示されやすいですよってことですかね。だから、まあ、あとはその関係ない動画に関係ないコメントしてもそれ表示されない対象にもなるので、もしその質問だったりとかしたいのであれば、その質問に関係するような動画を見つけてそこにコメント書いてくれたら返答しますので、全然そこは大丈夫です。多分ね、コメントしてる人のやつ見てくれたらわかると思うんですけど、結構、それさっきも言ったけど、タイミングにもよるんですけど、結構詳しく聞いてくれた人にはコメント返してるんですよね。だからそれをね、もう少しこの煮詰めてほしいなっていうのをお願いしたいんですよね。この動画を見た人の疑問を、さっきの話もそうだけど、動画を見てちょっとあれこれよく分かんなかったかなって思ってコメント見て、あそういうことのコメントのやり取り見て、あそういうことだったんだ、解決したって感じで、そのコメント自体も役立つみたいに、そういうコメントがあったら理想的だなって思うんですよね。そんな感じで、なんていうのかな、これから大きくなっていくチャンネルだと思うので、今のうちにそういうのこと言っとこうかなって思いました。コメントね、自分他の動画とかでも、他でも自分じゃないんですよ、この誰かこう動画見たりした時にコメント見たりとかして、その変なコメントが多くて自分が知りたい情報のことを聞いてる人が全然見つかんない時とか、あとコメント欄でなんか喧嘩してるやつがいるんですよね。だからそれなんでここでやるのって思うんですけど、そういうのが起こるとすごい嫌だなって思うんですよ。別にうちってコメント自体はこれ
承認制なんで、この評価はされないんで、評価ってのは、自分が許可するまでコメント表示されないんで、これに関しては一応言っときたいのが、やっぱりアンチのやつもいるんですよね。アンチコメントしてくる人も、表示されてないんですよ、もっともそもそも。だから言っとこうかなと思う、それは。これ承認制だから、自分が表示するってボタンを押さない限り、表示されてませんからね。だから、いくらなんか頑張って、この動画のなんか悪口書いて、そのコメントを見た誰かに、なんかその、なんていうのかな、この自分の評価を下げたいように多分書いてるんだろうけど、それ見られてないですよ。むしろ自分にこうやって言われるネタになっちゃうんで、なんかね、まあ結局、まあ言葉悪いけど利用されますよっていう話です。だからあんまりそういうことは書かない方がいいんじゃないかなって思いますよ。今はそんな感じでした。じゃあそんな感じで、次からコメントするときはそんな感じで、なんていうのかな、注意じゃないけど、場所、コメントする動画のふさわしいコメントだったり、見る人がまたこのコメントを見て新たに役立つという勉強になるようなコメントで聞いてくれたりとかしてくれたら、こっちもすごい嬉しいです。まあ、コメント自体ちゃんと目を通して見てますので、そういう意味では、じゃあ自分だけに見られてほしいっていう意味でコメントするんだったら全然いいかなと思います。まあ表示はされない可能性も全然あるんですが、まあコメントは絶対必ず見てるので、まあそういう意味ではなんか気軽なやり、あと、まあ聞く分には全然いいんですよ。質問自体もそのなんていうのかな、この動画違いというか、この動画に対する質問、この動画に関係する質問じゃないよねっていう、その質問は表示されないんですけど、その質問見て、ああだったらこんな質問来るんだったら、じゃあ次の動画のネタにしてみようかなとか、そういう風にも一応なるので、まあ無駄ではないですよ。聞くこの書くこと自体は表示はされないかもしれないけど、無駄ではないんで、そういうこともなんか書いてみてください。もしかしたらその質問が、まあ返事はしないけど、されない、その動画の全然内容違ってた質問の返事に返ってこないけど、動画のなんてまたその回答になるような動画を投稿してくるんじゃないかなって思いますので、まあ、特にその辺も何かしらこう情報じゃないけど聞きたいことがあればコメント書いて全然問題ないです。はい、ではでは、ご清聴ありがとうございました。